で、まあ、一つ少しこうどういう順序でお話しようかと思って、伊勢物語の69段のところをプリントしてもらいました。ここなんかも一緒に考えてみる、こういうところからこう少し考えを日本の神話から物語への長い、あるいは現代にまで、実は続いている日本人のこういう、心の伝統みたいなものの中でこれを見ていく考え方をしてみようと思います。伊勢物語の中で、一番やっぱりショッキングな場面、印象の強烈な場面、読んで後も深い思いの残る場面というと、それはいくつか人によっていろいろありましょうけれども、一番やっぱり、思い印象を残す場面というのはこの69段だろうと思います。昔からそう言われている、多くの人々が源氏物語について、書いている人々、あるいは源氏物語の中からいろんな問題をこう抜き出して論じている人々が、大体この69段に一番重いものを感じているわけですが、それはどういう話か、皆さん大体もご存知のことですけれども、復讐の気持ちで読んでみ、ますから聞いていってください。昔男ありけり、その男伊勢の国に狩りの使いに行きけるに、かの伊勢の西宮なりける人の親、常の使いよりはこの人よくいたわれと言いやりければ、親のことなりければいと年頃にいたわりけり、明日には仮にいだし立ててやり、夕去りは帰りつつそこに来させけり、かくて年頃にいたつきけり。二日という日、男割れて会わんという、女もはたいと会わじとも思えらず、されど人目しげければえ会わず、使いざねとある人なれば遠くも宿さず、女の根や近くありければ女人を沈めて根一つばかりに男のもとに来たりけり、男はた寝られざりければとの方を見出して伏せるに、月のおぼろなるに小さきわらわを先に立てて人立てり、男いとうれしくて我がぬるところにいていりて、根一つより牛蜜まであるにまだ何事も語らわぬに帰りにけり、男いと悲しくて寝ずなりにけり、勤めていぶかしけれど我が人をやるべきにしあらねば、意図心もとなくて待ちおれば、明け離れてしばしあるに女のもとより言葉はなくて、君は腰我や雪剣おもほえず、夢かうつつか寝てか覚めてか、君は腰我や雪剣おもほえず、夢かうつつか寝てか覚めてか。男糸糸を泣きて読める、かき暮らす心の闇に惑いにき、夢うつつとは今宵定めよ、かき暮らす心の闇に惑いにき、夢うつつとは今宵定めよと読みてやりて狩りにいでぬ、野にありけど心は空にて、今宵だに人沈めて糸解く合わんと思うに、国の神、五国宮の神かけたる狩りの使いありと聞きて、よ人よ酒飲みしければ、もはら、あいごとも衛生で、明けば終わりの国へ立ちなんとすれば、男も人知れず、血の涙を流せど、え合わず、よようよう明けなんとするほどに、女方よりいだす杯の皿に歌を書きいだしたり、取りてみれば、勝ち人の渡れど濡れぬ絵にしあれば、勝ち人の渡れど濡れぬ絵主あればと書きて末はなし、その杯の皿に追末の墨して歌の末を書きつう、また大阪の席は越えなん、また大阪の席は越えなんとて、あくれば終わりの国へ越えにけり、西宮は箕面の御時、文徳天皇の御娘、
コレタカノミコの妹。伊勢物語とね、源氏物語とそんなに長い年月が隔たっているわけではないのですけれども、文体の感じが全然違いますでしょ。非常に伊勢物語の方は簡潔で、そして文体が短いんですね、文章が、センテンスがね。しかしあるリズム感を持っている。それがこの源氏物語とか陽炎の日記とかっていう風になりますと、非常にセンテンスが長くなって、そしてこういわゆる粘りつくような、そういう語りの文体になるんですね。非常に対照的です。伊勢物語あるいは古今和歌集の言葉書きなどというのは、この上もなく簡潔で、そしてセンテンスが短くって、しかも言葉が美しくって、調べが美しい。源氏物語もまた文体として魅力のある、調べの美しい文体ですけれども、なんかこう絡まりするように、語られている。そこのところが読んでいくのに、伊勢物語の方は非常に分かりいいですね。源氏物語はなかなかその長いこう文章の中で、主格がこう点々とこう変わっていくわけですから、それを掴んでいく、掴みながら読んでいくのはなかなか難しいわけですが、で、しかしこの話、おそらくやっぱり、この藤壺と光源氏の密通事件というふうなものの、少し前の、しかし内容はある似通った、不思議な重さと暗さと、そして同時にときめきを持っているわけですね。不思議な魅力でもあるわけですが、昔男がありました。その男が伊勢の国に宮廷から狩りの使いとして派遣せられましたときに、例の伊勢の細工であります人の親が、今度の狩りの使いは普段のいつもの使いよりは格別にこの人をいたわりなさい、格別に丁重にもてなしなさいと言ってよこしたからして、そして親の言葉であったからして、これはやはりこの場合も親は母親ですが、歴史的な背景と結びついているんです。実は騎士の出の母親ですが、で母親の言葉であったからして、いと年頃にいたわりけり、大層丁重にもてなしたことだった。朝には狩りにいだしたててやり、夕べがやってくるとそこに西宮館、西宮寮、平安町の西宮寮っていうのは割合に大きな気候を持ってたわけですね。でその西宮寮の中のことに西宮のいる館ですね、そこへ来させたというんでしょう。夕去りは帰りつつそこに来させけり、夕べがやってくると狩りに戻ってきた男をその西宮の館に来させたことだった。かくて年頃にいたつきけり、そして大変丁重にもてなしたことだ。二日というよ、二日目の晩、男割れて会わんという、その狩りの使いの男が無理にでも会いたいというふうにその西宮の女性に言う。もちろん西宮ですから内心のです。女も旗糸淡路とも思えらず、女の方でも女の心の中でも会うまいとも思っていない、つまり女の方でも心が動いている。されど人目しげければえ会わず、非常に人目の多いところだから会うことができない
いざねとある人なれば、一番彼の使いの主だった人であるからして、最後の寝ていられるところから遠いところへも宿すことはしない、割合に近いところに宿したわけでしょ。女の根が近くありければ、女人を沈めて根一つばかりに男のもとに来たりけり、女の根は近くであったからして、女は人が寝静まった頃を見計らって根の一つ動き、だいたい真夜中の根の刻っていうのは午前0時を中心にして2時間ほどの時間が根の刻ですが、その根の一つっていうのは根の上刻ですね、ですから根の刻の最初の30分ぐらいの間が根の一つですが、その時刻の頃女の方から男のところへやってきたという、これは大変なやっぱり異例のことですよね。こういう言ってみれば非常の場合だから、女の方から通ってきたわけで、本来ならば滅多にこういうことはあるものではない。万葉集なんかにも女が朝川渡りをするというふうな歌がありますけれども、それも普通の状態ではなかなか通っていけない時、そういうことが起こるわけですが、こういうところもこの話のやはり、ちょっとショッキングなところですね。で、男はた寝られざりければ、殿方を見出して伏せるに、月のおぼろなるに小さきわらわを先に立てて人立てり。男の方でもまたとても寝られるような気持ちではなかったからして、外の方をじっとこう視線を外にやって、そして、横になっている、眠っているわけではない。伏せるっていうのは体を横たえているだけで、心は決して眠っていないで、外の方に神経を配っているわけです。そうすると月のおぼろなるに、ちょうど月がおぼろる気の夜、小さき藁を先に立てて女の人が立っている。男うれしくて、我が寝るところにいて入りて、そして根一つから牛蜜時まで、牛の蜜時まで、まあ1時間半ぐらいの時間になりますけれども、なんかそんなの推理するとあんまりリアルになって面白くないけれども、まあしかしリアルに書いてあるんです。根一つより牛蜜まであるにとこう書いてあるんですから、しょうがありません。で、まだ何事も語らわぬ、これ実は語らったんですよ、語らったんだけども、こういう物語の書き方としてまだ何を語ったというほどでもないのにというふうな言い方をするわけです。つまり、こういう、ね、開くことのない、どんなにその濃密な語らいをしてもこれで十分というふうな思いすることのない場面ですから、ね、一つより牛蜜まであるに、まだ何事も語らわぬに帰りにけり、女の方では帰っていったことだ、男いと悲しくて寝ずなりにけり、勤めて明くる朝早く、いぶかしけれど我が人をやるべきにしあらねば。当然こういう時は男の方から、昨夜は本当に素晴らしかった、昨夜のあなたは素晴らしかったというふうな思い、それからさらに、その女性に対してのいたわりの思い、そういうものを込めた歌を、絹絹の歌をまずやるべきなんです。それがエチケットなんです。エチケットなんですって言ってますけど、別に僕は現代にそんな幸福に恵まれたことございませんから、そんな歌送ったことはありませんけれども、フィクショナルにはなんかそういう場面を、ね、
やっぱりそれは歌人ですから、作ってみたいですよね、こういう時のね、男の歌。だから作っていますよ。作っていますけれども、大体架空でそんなもの作っても大したことないんです。なんかこんなことをね、割合に素直に言ってちっとも心になんか、ためらいを感じないような年になってしまいましたからね、皆さんも楽しんで聞いてくださればいいんです。で、翌朝早く、なんとも気がかりだけれども、自分の方から人をやって、そして歌を届けさせるというふうな、そういう場合ではないからして、そう気がかりで待っているというと、明け離れてしばし春に、すっかり夜が明け離れてしまって、そしてしばらく経って女のもとから言葉はなくて、余計な文章はなくって、ただ歌ばかり、君は腰、我や雪剣、おもほえず、夢かうつつか、寝てか覚めてか。非常にドラマティックな歌ですね。あなたの方から、昨夜はあなたの方からいらしてくださったのでしょうか、それとも私の方から出かけていったのでございましたでしょうか。とてももう判断もつきませんわ。昨夜のことは夢の中のことでございましたのでしょうか、現実のことでございましたのでしょうか、寝てのことでございましたのでしょうか、覚めてのことでございましたでしょうか。ちょっと言葉がね、働きすぎるほど働いてる、おしゃべりすぎるほどおしゃべりになってる歌なんですね。もうちょっと抑えといた方がいいと思うんですけどね、まあ、このくらいの歌ならね、添削してあげられるわけです、私だってもうちょっと抑えて大きになった方がいいですよってこう言えるわけです。男、糸糸を泣きて読める。で、ここもこういうところもそうですよ。こういう時に男がおそらく声を放って泣くんでしょう。で、そういうのをなんか平安町の男は惰弱だななんて思うのは、実は心がもう貧しくなってしまっている現代の男の思い上がりに過ぎないのです。こういう時に泣く、声を放って泣く、そういう感情の激しさ、これは優しい時だから、なんか心が惰弱だというふうに思ってしまうんですが、本当のたけたけしい心を発揮しなきゃならない時には、また我々の何十倍かの激しさを見せるわけです。そういう心を失ってしまった現代の我々日本人っていうのはね、やっぱり末世の人間というふうな感じがするんですね。だからあんな戦争をあんな形で負けても、なんか日本人は本当に性根がない。ドイツ人なんかの方がはるかに、あるいは中国の人なんかの方がはるかに、やはり深い思いを自分の胸の中に持つべき思いとして持ってる。しかし同時に現実の平和になった時代の外交や政治は、それはケロッとした顔をしてやってる。その深さですね、その心の深さ、重りを下ろしてみると、なんか日本人の心はこのぐらいしかない、ね、ヨーロッパ人やアメリカ人でも軽薄だと言ってますけれども、我々よりはなんか深い感じがしますね。ましてヨーロッパやあるいは中国の人たちの心っていうのは、なんかこのぐらいも我々の3倍ぐらい深いような感じがする。これが我々の今一番日本が貧しくなっている、あらゆる面で貧しくなっている。お金いくら払ったってちっともなんか日本人が心から感謝をしてもらえない、あるいは心から敬愛の心を持ってもらえない、一番大きな理由なんだろうと思うんですね。そのことに日本人が一番気がついてない。外国の人たちの方がはるかに気がついてて、そして心の中では、ある評価をきちっと持ってる。日本人だけがその評価されられていることに気がついてない。まあそういうことだと私は思うのですけれども。で、糸糸を泣きて読める。去るものですよ、この歌見てごらんなさい。
はげ暮らす心の闇に惑いにき、夢をうつつとは今宵定めよ。なんか業の深い男ですよね。すっかり物事の判断を暗くしてしまう、その恋への闇に私は判断を失ってしまいました。それが書き暮らす心の闇に惑いにき、書き暮らすっていうのは、書きは説答語ですね。すっかり私の心の判断を、正しい判断を暗くさせてしまう、失わせてしまう、その心の闇、この場合は恋ゆえの心の闇ですね。あるいは恋ゆえの闇というふうな場合もありますけれども、この場合は恋ゆえの心の闇にすっかり私は心が惑ってしまいました。夕べのことは夢の中のことだったのか、あなたのおっしゃるように現実のことだったのか、それは今晩もう一遍確かめて見ましょうよ。なんか次のちゃんと嘆きの歌のように見えて、ちゃんと月の確かな確約してるんですから、すごいですよね。つまり外交っていうのはこういうもの、こういう言葉がね、ケロッとこう言えなければ外交官になる資格はないわけでしょう。外交官の方と僕は割合話する機会が多いんです。なんとまあ日本の文化について、この素晴らしい日本伝統的な巧みな物言いについて、あるいは素晴らしい比喩表現、和歌のあの序歌と言われるようなあの素晴らしい比喩表現について、なんと暗いのだろうと思いますね。これではもうね、たびたび言いますように、一番古代の外交官はあの武門、そして歌の家大友氏だったわけですよね。だから、大友氏の中には、だから大陸経営に賄賂をもらって失脚した人なんかも出てくるわけですけれども、あるいは大友氏がやはりあの言葉の力っていうものを、歌の力っていうものを格別の形で持っている。そしてそれが同時に戦いの時に敵と魂の戦いをして、そして敵を圧迫する力を歌によって発揮する、言葉によって発揮する。それからまた戦いが終わって後も自分にひとたび背いた者の心を静かな形で和らげていく、ね、今ブッシュさんが一番持ってない力です。大友家の人たちはそういうものを持ってたわけですね。まあ、やかもちの頃にはそれがそういう形でも発揮せられるような政治情勢になくなってしまったから、藤原氏が独占してしまって、ですから古代と、やかもちの考えている古代とは非常に違ってしまって、やかもちはああいう嘆き歌を読まなければならなくなるわけですけれども、でとにかくこの男はこんなふうに歌ったわけです。と読みてやりて狩りに出ぬ。またその翌日も狩りに出かけていった。野にありけど心は空にて、これも洒落た言葉ですよね。こんな重い恋の言葉 の, あの物語の中にひょっとこうユーモアっていうかね、開脚を入れてるわけです。身は野を歩いているけれども心はすっかり宙に遊んでいて、宙に浮かんでいて、で今宵だに人沈めて意図とく合わんと思うに。そううまくはいかないんですね。国の神、五国宮の神かけたる。必ずこういうところに武骨者が出てくるわけです。伊勢の国の国司で、そして同時に西宮領の長官を兼任している男、まあ少し地方長官として腕の切れる男なんでしょうが、同時に無粋な男でしょう、が狩りの使いありと聞きて、都から狩りの使いがいらっしゃった。これはもてなしておかなければというわけで、よ人よ酒飲みしければ、一晩中夜通しで宴会したからして、もはら愛ごとも衛生で、明けば終わりの国へ立ちなんとすれば、ね、一晩中宴会をしたからして、お二人さんがお会いになることも全くできなくって、で夜が明けると終わりの国へ出発してしまおうとなさる。男も人知れず血の涙を流せど、え合わず。
この頃血の涙っていうのが出てくるんですね、しばしば。大和物語かな、僧正遍昭が血の涙を流す話が出てきますね。世を捨てて、妻子を捨てて出家してしまって、あの俗世にいた時は宇陀天皇のご寵愛深かった、歌に秀で文学に秀でた僧正遍昭が出家してしまって、そしてあの山から山、寺から寺を巡っているわけですが、ある時長谷観音へ参籠してひたすら祈っていると、隣の部屋で他の親子が観音様に一生懸命祈っている声が聞こえてくる、子供の声が聞こえてくる。私の父は、私どもの夫、私の夫は世を捨てて行方知れずになってしまっております。生きているのか死んでいるのか、せめてそれだけでも観音様のご利益でお知らせくださいませ、というふうなことを祈っているわけです。それを聞いてたまらなくなって飛び出していって、ここに俺がいるぞと言って名乗ってやろうと思うんだけども、出家した者にはそれはかなわない。じっと心を抑えて、そして一晩中その祈っている声を隣で聞いていたという。明日の朝になってみたら、墨染めの衣の上に点々と血の涙が血の色を残していたという、赤色を残していたという、血の涙というものが本当にあるものだということが初めて分かったって書いてあります。分かったって言ったって、と思いますけれど、まあ、とにかくそういう血の涙を流せど、え、合わず。ようようよう明けなんとするほどに、女方よりいだす杯の皿に歌を書きいだしたり。で、その宴会が、続いているわけでしょうが、その女の方から差し出したその杯の受け皿に、歌が書いてある。手に取ってみるというと、勝ち人の渡れど濡れぬ絵にしあれば。勝ち人ってのは、勝ち歩きをしている。つまり、馬に乗ったり、腰に乗ったりするんじゃなくって、地べたを歩いていく。それが勝ち人ですが、その勝ち人が渡っても濡れることもないほどの、つまり浅い。そして、絵にしと、それから入り江の絵と、掛け言葉になっているわけですね。足で歩いていく人が渡っても越えても、足がそう深いところまで濡れることのないような、その程度の浅い入り江、それじゃないけれども、その程度の浅いご縁がございますならば、あなた様との間にその程度の浅いご縁でもございますならば、というふうに書いて、そして歌の末、下の句はなかった。つまり、鍛錬画の形で下の句をつけてくれというわけです。それで、杯の皿に追末の墨して、その照明に使っているかがり火の松の、その焼けた墨でもって、歌の末の句を書き継いだ。男がもちろん書き継いでやったわけですが、また大阪の関は越えなん、その程度の、とにかくご縁があなたの私との間にありますのならば、っていうふうに女が、ね、歌いかけてきたわけですから、そうしたらまたあの大阪の関、それじゃありませんけれども、恋の大瀬の席を越えて、お会いしましょうよと言ってやった。でもせめてそれだけのことで、実際に会うことはできなかったわけです。と、あくれば終わりの国へ越えにけり。私はね、この話なんか、もちろんモデルは成平です。在原の成平でありまして、これはもうかなり当時の人々には事実談として、信じられていた話なんです。そして、その西宮
だった人は天使内親王という呼ばれる内親王ですが、伊勢の西宮ですから、ある意味ではこのさっきの天使の妃を犯したという罪よりもさらに重いと言ってもいいんですね。神の嫁、伊勢の天照大神という神様の嫁と言ってもいいような、西宮をと通じ合ったわけですから、大変タブーを犯したわけですが、で実はこの一夜のちぎりで、西宮は身ごもって、そして、生まれたのが高階諸直、諸久、高い階段の階ですね、高階諸は師匠の師、久は尊ぶという字ですが、いうふうにまで当時の人々は、まあ、その背景を知っていたというか考えていたというか、そしてその後も高階家というのは、だから伊勢に三宮、伊勢神宮に近寄れなかったと言われている、そういう話なんですが、しかしまあ伊勢の西宮がその任期中に、まあ、これによく似た事件を起こして西宮を辞めさせられたということも記録の上では2度ほどあります。それは前からたびたび言っているように、そういう聖なる女性というものに対して、男たちはまたこの上もなく深い憧れを寄せるわけですね。それは源氏物語の中にもこれからまた出てきますけれども、御世知の舞姫なんかに対して当時の金太刀どもがもう御世知の舞姫の控えている部屋にも前の廊下をも行ったり来たりそわ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 しながらこう、つまり御世知の舞姫っていうのは大嘗祭の時に天使のそばにいて非常に大事な、役割をしなければならない、非常に秘儀的な役割をしなければならない。折口信夫はやはりそこで、やっぱり男女の結びつきが行われるのだろう、そのことが国中の人々に感染マジックとして大きな放散の力を与えることになるのだろう、良き身代の栄えというふうなものがそういうことから起こってくるのだろう。これはもうたびたび言ってる天使の春の初めの歌に必ず恋歌がある、一つ一つが私は歴史的事実というよりはむしろ一つの宗教的なマジカルな演出の物語だろうと、そんなふうに考えるのが一番より正しいんだと思っています。それは同時にそういうことが刺激になって、実際にそういうことが歴史的な事実としてしばしば出現したでしょうけれども、真理のあり方としては年の初めに天使は心豊かなそして情熱的な恋の歌を朗々と歌うということ、そのことがその土地の人々の上にも、あるいは土地そのものの上にも、あるいは穀物の実りの上にも大きな影響を与えていくんだ、エネルギーを与えていくんだという、そういうものだ、歌会始めの一番おそらく根源に歌というもののそういう力があるはずだと思うんですね。それは平安朝になって非常に儀礼的な形に整いますけれども、だから僕は自然な形で歌会始めの中に、心深い恋の歌があってもいいと思うんですね。一向に出てこない。なんであんなに遠慮せられるんだろうと思うんですけども、若い人たちはもう恋ができなくなっているのかしらと思うんだけれども、かえって年配の方の中に、おそらく虚構的にでしょう、深い恋の歌を読まれる時はたまにあります。あるいは敗戦後数年
にはそういう恋の歌が歌会始めにも割と寄せられた。それはまだ帰ってこない夫を思ったり、あるいは亡くなった子供を思ったりする、そういうあの思いが力のある恋歌になって現れたわけです。あの敗戦後やはり10年間ぐらいのエネルギーってものはまだやっぱり日本人はかつての戦争そのものを賛美しているのでは全くありませんですよ。ただあのかつての自分たちの持っていたエネルギーの負けて後もまだほとぼりみたいなものを持ってたわけですね。その中からある文学の上では少なくとも割合にいい作品が小説の上でも詩の上でも短歌なんかの上でもあるいは俳句の上でも生まれました。それがだん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 こう貧しくなっていっているのが今だと思うんですけれども、いやあのたびたび言いますように僕はそんな悲観的にばっかり考えているわけじゃないですよ。あと200年ぐらい経ったらこうではなくなるはずだと思う。その時のために少しでも力あるものを後世に残しておかないと僕たちが、ね、全くダメだったんだと思われたらこれは残念ですから、ああこの時代のものだってやっぱりいいものは心ある人々の間では生まれてたんだ、残されてたんだっていう、そういうあの期待に応えることのできるものをやっぱり今どんなにあのそれが受け入れられなくても、どんなにもてはやされなくってもやっぱり本当に残すべきものを残しておかなければと思うわけですが、